2022年インテリアコーディネーター二次試験回答速報の構成について説明いたします。2022年の回答速報は下記の通り4つの動画に分割しております。まず1番目その1ですね。プレゼン問題の出題分析と2023年の出題予想ということになっております。続きましてその2、こちらは、論文問題の、出題分析と、2023年の出題予想の動画です。その3、こちらが非常に、皆さん、人気が高いのですが、プレゼン問題の回答例ということになっております。その次最後その4ということで論文問題の、回答例ということになっております。ということで、回答速報につきましてはこの4つの動画に分かれておりますので、皆さん必要に応じてご視聴いただければと思います。以上です。ただいまから2022年度、インテリアコーディネーター二次試験のプレゼンテーションの解説をいたします。私は、K コーディネートスクールの西田恵子といいます。よろしくお願いいたします。今回のテーマですけれども、郊外に立つインテリアコーディネーターコーディネート、薪ストーブのあるプランということです。こちらの方をご覧ください。こちらが今回の平面図になっています。はい、それではですね、依頼主の要求条件の概略についてご説明いたします。今回 LD ですね。 LD、L リビングの方は西側に配置するということで西側こちらになります。そして、もう片方ダイニングは、こちらになります。そして、今回ですねワーキングスペースっていうのがありまして、ワーキングスペースはこの北側のこちらの方がワーキングスペースになります。あとこちらご覧ください。こちらは、デッキスペースとなります。そしたらですね最初は、この上の方からいきましょう。ワーキング、ワークスペースについてご説明します。ワークスペースは仕事の場として使うということと、あと L ですね、リビングとの間のここ、二重破線になってますけれども、こちらはですね開口部、900以上の片引き戸、それと、壁を、設けるということになっています。そして、家具ですけれども、机、そして作業椅子、作業用の椅子、それから可動式の袖机ですね。これは机の下部に置くという。あとは、書類棚をこのワークスペースに置くということになります。早速置いてみましょうか。まずですね、このワークスペースとリビングの境のここの二重破線のところですけれども、ここは、901条の片引き戸という指定があります。それと壁を設置しますということで、早速やってみましょう。はい、こちらご覧ください。こちらが壁になります。で、こちらも壁ですね。で、片引き戸ということで、片引き戸は、こちらこの、破線をご覧ください。こちらに、戸を引き込んでいくというような形になっています。今回のグリッドはこれ900になってますので、ちょうど900の、この開口引き戸ですね。で、これがこちらに引き込まれるという状況になります。あと家具は、机ですね。机、それから、
書棚になります。で、机ですけれども、こちらですね、こういうふうな置き方がもしあるとすると、書棚の方はこちらになります。はい、こんな感じになります。あとですね、こういったパターンもできるかもしれませんね。この窓の方に向かって、このデスクを配置するという、こういったプランでも問題はないかなと思います。じゃあ次はリビングについて、ご説明いたします。リビングは西側ということで、こちらのゾーンになります。リビングには3人掛けソファー、それからイージーチェア、そしてオットマンですね、はい、そして、小さめのテーブルを置くということです。で、今回屋外のデッキスペース、こちらデッキスペースになります。で、デッキスペースに越しに景色が眺められるように、配置するということになります。ということで、まずは3人掛けソファーですね。3人掛けソファーを置いてみましょう。はい、こちら3人掛けソファーを置きました。で、小さめのテーブルで、こちらにね、ラグも置いてあります。だいたいこの、3人掛けソファー、そしてテーブルがあったら、その、下といいますか、こちらはラグっていうのが一般的な配置になると思います。あとはイージーチェアとオットマンですね。で、イージーチェアとオットマンですけれども、こちらをご覧ください。こちらですね。こういった置き方も あるんですけれども、今回はこのデッキスペース越しに景色を眺めるということもあって、このイージーチェアとオットマン、少しね、斜めにしてあります。こういうふうにして斜めに置いてみました。そうすることによって、ここの窓越しですね、に、で景色を見ることができるということがあります。次はですね、ダイニング、ダイニングルームなんですけれども、ダイニングテーブルの配置を、ご説明いたします。まずですね、私の回答ではこのように配置をしました。さて、これが、はい、どうして、このような配置にしたかということですね。横に配置しているということなんです。で、これを配置するときに、ぜひ皆さんに、注目してほしいのは動線です。こちらご覧ください。こちらは、今回ここ玄関になってますので、玄関から入って、そして、例えばこちらのデッキスペースに行くとか、また、こちらから行って2階の方へ行くとか、もちろんこちらからキッチンへ行く、そういったの動線ということを常に考えて配置をします。そういった意味で、こういった横置きが、いいかなということで横置きにしました。じゃあ縦型に置いてみましょう。はい、こういった配置をした人も多分いらっしゃると思います。これだとですね、ここの、スペース、もう本当に450ぐらいしかありません。通路としては大変狭いです。こちらも当然そうですね。ということで、縦置きっていうのは、どうしてもですね、ここの通路っていうのが狭くなって、動線的にもちょっときつい感じがします。こちらもですね。はい、で、中にはですね、この縦型を、なおかつこちらのキッチンにくっつけた方っていうのが、いらっしゃるというのを聞いてます。これだとどうでしょうか。これは明らかに動線が、長くなっちゃいますよね。例えば玄関から、来て、そして、トイレ
洗面所、お風呂とかキッチン行くにしてでも、ここからぐっと回っていかないといけない。キッチン行くにしてでも、そして2階へ行くにしてでも、ここから回って越していく。そういったことを考えると、こういったテーブルを、流し台にくっつけるっていうのは、これは大きな原点になります。ということで、今回のこのテーブル、これはこのように、はい、横型に置く、これが、一番自然な形になると思います。そして、このリビング、ダイニング、ちょうど中間ですね、ここには間仕切り家具を設置いたします。このように間仕切り家具を、このリビング、ダイニングのちょうど中間に、設置します。設置しても、動線的には、なんだ、不自然な感じはありませんよね。こちらから来てこちらへ行く、またこちらからこちらへ行く、ね、またこっちへ越していくというようなことで、間仕切り家具の配置は、ちょうどこの、テーブル、そしてこちらのリビングのソファー、この距離もそんなにね、窮屈な感じもしません。こういった配置が、今回のダイニング、リビング、そして間仕切り家具のベストの配置かなと思います。次はですね、デッキスペース、こちらご覧ください。こちらがデッキスペースになります。こちら、デッキスペースですけれども、食事を楽しむためのテーブルと椅子4脚ですね。こちらは、東側ということで、こちらですね、こちらに置きましょうということになります。で、これはですね、どうしてこの、デッキスペースのところテーブルと椅子はこちらか、東側に置くかというと、これはキッチンとかね、あとは薪ストーブ、あとダイニングとのつながりを考慮してこちらに置きなさいということになります。じゃあ早速置いてみましょう。はい、こちら、ご覧ください。今回はですね、丸い円形のテーブルにしました。そうすることによって、こちらからの、動線とかですね、また、わずかですけれども、こういった通路としてのスペースも確保できるということから、このように円形テーブル、そして椅子4脚を置きました。中にはですね、こちらのダイニングテーブルのように、四角いテーブルを置いてなかなか椅子が配置できないっていうような、そういったことを、受験生の中では、言ってる人もいました。やはりここはですね、円形テーブルの方が、スムーズに、こういった配置ができるのではないかと思います。ということで、このテーブルは、はい、こちらに置いて、こちらからの薪ストーブ、それからダイニング、キッチンですね、そういった、ことから考えて、こちらの、テーブル、こういった円形テーブルに配置をしています。そしてもう片方になりますけれども、こちらは西側ですね。こちらの方は、屋外の景色を眺めるためのデッキチェアということで、デッキチェア2脚を置きます。じゃあご覧ください。こちらですね、デッキチェアになるんですけれども、ワイド500、この長さは約900ぐらい
を見ております。このように配置して、見ました。あとですね、デッキスペースには、グリーンですね、グリーンとかを置くっていうのも、いいかなと思います。こんな感じですね。ということで、こういったグリーンはですね、中だけでなくって、中のこういったコーナー部分だけではなくって、デッキスペースのこういったコーナー部分もグリーンを配置すると、着彩した時の、見た時の印象が大変良くなります。引き続きまして、薪ストーブのについてのご説明をいたします。私、ラクトレ建築資格スクール代表の金森です。本来は、西田さんが、平面図の、解説担当ということ なのですが、こちらに、ちょっと写真を見てください。実はこれが、私の、自宅にある薪ストーブということで、薪ストーブのユーザーなので、まあ、今回課題が薪ストーブということなので私に喋らせるということで解説をすることになりました。よろしくお願いいたします。薪ストーブのコーナーで要求されている事項は、ここで 2,3 人が火を囲んで床座でくつろげるスペースを作るということですね。その他にこちらちょっと見てください。これが問題に載っている薪ストーブの、姿図です。で、この他に薪棚ということで、その2つの配置を、検討していくということになります。まず、これが薪ストーブの姿図なんですが、初めて薪ストーブを見られる方にとっては、なんか変な取っ手が3つついてるねというようなことで、ちょっと理解しがたい方もおられるかと思います。ちょっとこちら見てください。これが実際の、薪ストーブの、写真です。ノルウェー製のヨツルというメーカーなんですが、こちらにあるように、正面に扉がありまして、でここに帳簿がついているということで、これを開いて薪を入れるという構造になってます。それとこのタイプのものは、こちらにもう扉があって、帳簿があって、こちらからも薪が入るということになっております。ということで戻りまして、こちらの薪ストーブはこちらの正面からも薪を入れれるし、サイドからも入れるという、こちらと同じような構造ということができます。それでまず、薪棚の位置を、どこに置くかということなのですが、まずちょっと SNS なんかで見てますと、デッキの方に置いたというような方もおられますが、ここにありますように、通常薪ストーブを燃やすときは、薪ストーブの横に、薪を、まあ、1日か2日分を置いておいて、まあ、ストーブの熱で最後に、薪を乾かすというような、使い方をしますよということです。それともう一つちょっと言い忘れました。こちらにこういうふうに仕切りがありますが、ここにタイルを貼るということになりますので、こちらの写真にありますように、フローリングの横に一角にこういうタイルを貼ると。でこれの目的はやはり、薪ストーブから火の粉が落ちたりしますので、そういう防火対策ですねを兼ねてるということです。で今回の、課題はですね、結構このタイルの寸法が大きいということで、約1メーターぐらいあります。
ということになっております。で、薪棚の位置なんですが、室内に当然置くということになりますので、こちらに置くか、まあこちらに置くかということになります。で、今回の場合は一応、こちらの方の回答ではこちらに置きましたが、これの開き方はここを釣り元として、扉がこう開くということになりますので、正面から薪を入れるときは、この位置の方が非常に使いやすいということになります。で、こちらに置いた場合ですが、まあ、サイドから、こちらが釣り元になりますので、こう開いてこちらが入れるということも一応可能なので、まあ、結論的に言えば、まあ、こちらの方がいいとは思いますが、こちらでも、まあ、大きな減点にはならないのかなというふうに思っております。ということで、薪棚の位置はやはりここが、いいのかなというふうに思います。で、最後に、床座のくつろぎということの指定がありますので、まあ、どうするかということなんですが、こちらに、まあ、ラグを置かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、こういうふうないわゆる円座といいますか、座布団みたいなものを、まあ、薪ストーブの近くに置いてあるというのがいいのかなと思います。で、ちなみにこういうふうにタイルの上になんか座るの冷たいというふうに皆さん、想像されるかもしれませんが、実はここにこういうふうに薪を燃えている写真がありますが、非常に輻射熱といいますか、薪ストーブから、大量の熱が出ますので、ここのタイルって結構温まります。ということで、タイルに、座っても結構、ポカポカするということで、ある意味岩盤浴みたいな、形になるはずです。ということで、薪棚の位置はここですね。で、床座のくつろぎ方は、まあ、こういうふうに円座みたいなものを2つ並べておくということになるのかなと思います。以上で解説を終わります。今度はですね、着彩についてご説明します。さて、こちら、2つの着彩をご覧ください。まずこちらの方、これは一般的な合格レベルの着彩です。そしてこちらは、よくある模範解答で、ここまではちょっと書けないなって思われる方が多いタイプの、着彩です。まず着彩についてなんですけども、大事なところがいくつかあります。大きく分けて着彩なんですが、まず一つ目は色数を、少なくということです。あと、木の色を、3色なり4色使わないということです。ちょっとこちらの方でご説明しますと、今回のように、フローリングですね、奈良のフローリング、ということで、こちらの木の色、それからこちらの家具の、はい、木の色ですね、この2色だけになってます。よく見かけるのは木の色を、もう一つ濃い色だったりとか、違った、また、色味の木の色を持ってくる方がいらっしゃいます。木の色というのは、基本、こういった着彩の場合はフローリングの木の色、そして家具の木の色、その2色ぐらいに抑えておいた方が、まとまりのある図面に見えます。あとは、こういった、ソファーとかの背もたれ部分とかですね、そして座面の部分、このようにですね、色味、
一緒の色なんですけども濃淡で変化をつけるということです。今ほど言いましたように色数を少なくすると、単調になってバリエーションもないというようなことを、言われる方がいらっしゃいます。その時は、濃淡でアクセントメリハリをつける、こういったことを覚えておかれるといいと思います。このようにですね、はい、こことここの色基本一緒なんですけれども、座面の色とここの背もたれの色を違えることによって、メリハリがつきますということで、このような、着彩をする時の、大事なところポイントを今お話をしました。さあ今度はですね、まあ、これが一般的な合格レベルの着彩。じゃあこちらをご覧ください。こちらはですね、色は一緒ですけれども微妙に違うのをお分かりいただけますでしょうか。まずはですね、こういったソファーとかね、のこの背もたれ部分、ね、この椅子ソファーの背もたれ部分を、はい、に注目をしてください。このようにですね R ですね、丸みがあります。こういったソファーも背もたれ部分、丸みをつけてあります。そしてなおかつ、この座面とこの背もたれの、特にここのね座った位置のここの色っていうところですね、この差を見ていただくと、より、立体的にですね、ちょっとふんわりさせるために、座面一つとってもここ影をつけてあったりとかして立体的に見せてあります。あとはこの床とこのソファーとの境目、こういったところにも影をつけてあります。それによってこちらの図と比べていただくとお分かりいただけると思いますが、より立体的になって見えるということになります。あとですね、細かいことを言いますと、グリーンの描き方一つとっても、こちらはよりですねこの葉っぱの、この凹凸も細かくしてあります。そして、グリーンも一色だけではなくって、緑に黄緑とかですね色を、混ぜた混色ですね、重ね塗りをしております。で重ね塗りなんですが、こちらの、はい、デッキチェアなんかもそうですね、これは最初に黄色を塗ってその上からオレンジっぽい色とかですねを重ねて塗ってあります。より複雑な着彩になっております。あとはですね、今回巻き棚ですね、巻き棚の巻きの表現ということでこのようにこういった線も入れてます。まあ、こちらも入れてありますけれども、こういった細かいところまで、注意を払って、描かれるといいと思います。以上です。はい、着彩の、追加について、またご説明いたします。今回は、作図量もそんなに多くないですし、意外と簡単だったかと思います。ということは、着彩の出来が、合否を決めると思われます。さてこちらこちら2つの、着彩の例をご覧ください。まずこちらは先ほどご説明させていただきましたけれども、まあ一般的な合格レベルの着彩です。さてこちらご覧ください。こちら不合格レベルとなってます。同じ色を使っているのにもかかわらずこちらはですね不合格レベル。さてどうしてでしょうか。はい、いくつか、ポイントがありまして、まず一つ目ですね、今回のように、名称それから寸法の記入と言われる、寸法の記入を記載するということになってます。そういった場合ですね、名称寸法の記入を例えばこちらをご覧ください。テーブルのこの大きい面積のところに、テーブルの、
寸法だったりとか書いてあるんですけれども、その上から着彩をしてあると、せっかく書いた寸法が、見えづらいというのはお分かりいただけますでしょうか。こちらとね、比較するとより分かると思います。このようにですね、文字が見えなくなるような、上を、色鉛筆で全部塗ってしまっているパターンですね。これは明らかに減点になると思います。やはりこのように、文字は分かりやすいように、ここの部分は、着彩をしない方がいいと思います。あと塗り方で言いますと、例えばですね、テーブル一つ取ってみても、このテーブルのこの四角からですね、はみ出てこうして塗ってる状態、これですね。そしてなおかつですね、こういった色ムラですね、こういった塗り残しがあったりとかですね、こういったものも大きな減点になると思います。あと、今言いましたけど、色の濃淡が極端に違う、こっちはもう塗り残し、そしてこっちは、色が強く出てるという、雑な塗り方になっています。あと、こちらと比べると分かりますけれども、この鉛筆の、塗り方のタッチですね、斜め塗りになってますね、ムラが出てしまいます。こうやって斜めに塗って、そしてなおかつ、こういった白い塗り残しがあるとかいった、こういったパターンっていうのは明らかに減点の対象になります。これはもうこちらの間仕切り家具も同様ですよね。そして、こちらのソファーも、先ほどご説明しましたけれども、このように、ここの、座面、そして背もたれとかですね、色を違えたりしてメリハリをつける。あとは今回これ3人掛けソファーというような指示がある場合、こういった3人掛けっていう時は特に3人ここ座れますよということが分かるように、こうして仕切りの線を色鉛筆でしっかりと書いておく、これは大変重要です。これはもう全然なってません。これ一つを斜めで、ね、こうして雑に塗ってますよね。こういったのも、減点になります。3人掛けっていうことであれば、それが分かるように本来ならばここにしっかりと線を入れていくということですね。ということで、こういった合格レベルの、図面を見ていただくと、全体にこちらに比べると雑な感じですね。最後の5分ぐらいでこうしてね、塗っていった様子が、見て取れます。ぜひ余裕を持って着彩をしていただければと思います。次はですね、間仕切り家具の正面図の作成の、概要について、お話しします。今回の間仕切り家具ですけれども、リビング、ダイニングの間にある間仕切り家具、これはですね、それぞれの使い方が分かるように、作成すること、そして、内部の構成要素、引き出し、棚、そういったものは斑線で表現すること、あとは、必要な部分の寸法、そして主要な仕上げ材を、記入するという、そういった課題になっています。こちらご覧ください。今回の、リビング側の、家具の正面図になってます。課題によればですね、リビングの、この飾り棚、この収納なんですけれども、上部は、飾り棚、そして下部は扉付きの収納というふうになってます。そして先ほども、概要の時にご説明しましたけれども、このように、扉の中の、棚板、こういったものは斑線で示すということなので、このようにですね、本来扉に隠れて見えないところではありますけれども、このように1枚こういった、棚板が入っているということが
この破線で表されています。そして今回上部は飾り棚ということなんですね。で、こちらをご覧ください。私の場合はですね、テレビを描きました。今回テレビを、描かなきゃいけないんですかとか、また、テレビ描いたらダメですかとか、なんかいろいろそういった意見がありました。そういったテレビを、設置するというような指示が、ない場合、これはですね、ここ全部上部を全部飾り棚にしてもいいですし、今回の私のように、ここですね、この飾り棚の上部の部分の一部を、このように壁面にテレビをかけるという、こういったパターンでもいいかなと思います。あとは使い方が、分かるようにということで、単にですね、棚板を書くだけとかね、こういった仕切りの板があるだけではなくって、その飾り棚部分には、どういった使い方を、しているかっていうのが分かるように、こういった書籍だったりとか、こういった置物ですね、こういったものを書き、そしてまた今回のようにテレビも起こして設置するという、このようにこの上部の部分の使い方が、分かるような、こういった表現が、望ましいと思います。あとは、今回の、指示では寸法ですね、主要な寸法ということで、この扉付きの棚が床からどれだけかとか、あとはここの空間がどれだけだとかいう、そういった主要な寸法ですね、この棚の総高さは今回は1500にしてあります。あまり高いと、もう完全に、分断されてしまうということで、1500の目の位置の高さに私は書きました。あとは、この仕上げですけれども、今回は、確か床がならウレタンクリア仕上げとかっていう風になってましたので、それに合わせてやはり棚そして扉の、仕上げも、ならウレタン仕上げという風にしてあります。次は、間仕切り家具の、ダイニング側の正面図になります。こちらをご覧ください。ダイニング側は、子どもの玩具、それから子どもの、図書、そして、書類ですね、そういったものをしまうための収納になっています。子どもですから、この棚全体を見て、この床から900までの低い位置、これを子ども専用としました。そして、上部の方は、大人の、ための、書類だったりとか、そういった、ものを、このように設置しています。で、子どもの場合はですね、おもちゃとかの収納、このように、収納ボックスを、用いて、こういったね、収納ボックスに、おもちゃとかを収納しやすいように、今回はこういった収納ボックスを設置しました。ということで、このダイニング側っていうのは子ども用、そしてあとはまあ大人の書類とかですね、そういったものをしまうための収納というふうな、設定になってますので、このような図になります。あとは先ほどと同様、使い方が分かるようにということで、このように、本を置いてみたり、あとはですね、子ども用の、この、ところに関してはおもちゃとかいった、こういったね、車だったりとか船とかですね、あと地球儀とか、こういったものを書いてみました。皆さんの中には人形だったりとかですね、ぬいぐるみ、そういったものを書かれた方もいらっしゃると思います。ただ、そういったものを書くっていうのは結構技術的な差も出てきたりしますので、できれば定規だけとかですね、こういった地球儀に関しては円定規を使って、書けますし、そして船にしてでも定規を使う、まあ、この車に関しては、まあ、横からね、こうしていかにも車、子供のおもちゃっていうのを
まあ、簡単に書いて、いただけると、この使い方がより分かるかなと思います。なるべく、凝ったことをしない、あのフリーハンドで、書かないような書き方のものですね、こういったものの方が、いいかなと思います。こちらはコマーシャルです。ラクトレ建築資格スクールと経営コーディネータースクールで、作成しております、コーディネーター二次試験の対策本の紹介です。こちらが落書き表シリーズの体系ということで、今までの出版されたものと来年ですね、2023年に発売予定となっております、本のご紹介です。落書き法シリーズということで、今まで、過去問題解説書、論文、平面図、立断面図、藍染図という形で、出版してきました。で、今まではアマゾン版ということで書籍版を中心に、発売しておりましたが、2022年今年ですね、電子版を、追加発売しております。で、来年ですね、2023年、先ほども、ご説明しましたように着彩の比重が、高まっておりますので、着彩の対策本を出版予定しております。それからもう一つはパースですね。パースの、落書き法も、出版する予定にしております。その他に、今まで発売したこれらの本の中に、マル秘テクニックというものがいろいろ載せてあります。そこでそういう、マル秘テクニックのみを、集めた、抽出した本を作ろうということで、落書き表マル秘テクニック集ということで電子版で出す予定にしておりますが、8月頃に発売予定に、なっております。ということで、落書き法シリーズを、ぜひご購入いただければと思います。以上で説明を終わります。続きまして、ラクトレ式三角定規、早書きくんシリーズの紹介です。インテリアコーディネーターの二次試験の勉強を始められて、皆さん、感じられるのは、まあ、三角スケールとかヘキサスケールという縮尺定規がありますが、やはり使いにくいという現実があります。ところがこの日本にはこういう三角定規で、二次試験に、出題される50分の1の縮尺メモリをついた三角定規は、世の中に存在しないということで非常に作成しにくいという現実があります。そこで、私が楽天の受講生用に作ったのが、平面図早書きくんということで、45度の三角定規に50分の1の縮尺メモリを、つけた三角定規ですね。それともう一つはこちらにありますように、藍染図専用の三角定規ということで、藍染図早書きくんという名前を付けましたが、これも、斜めのとこと垂直のとこに50分の1の縮尺メモリが、ついた三角定規です。こういうものも、ラクトレでは発売しておりますということで、こういう、三角定規を活用されて二次試験の作図を、素早く、できるようにした方がいいかと思います。
ここにもちょっと注釈を書いておきましたが、試験実施団体のインテリア産業協会の方で、こういう三角定規を持ち込み可能ですかということで問い合わせをしております。大丈夫ですよという回答を得ておりますので、安心してご購入いただければと思います。以上、ラクトレチキン三角定規のご紹介でした。最後に購入方法のお話です。論文落書き法の書籍版につきましては、 Amazon で発売しておりますので、 Amazon のサイトで落書き法ということで検索していただければと思います。もう一つ、電子版に関しましては、ラクトレ建築資格スクールのホームページの方に、ネットショップの入り口がありますので、こちらの方で、ここをクリックしていただければネットショップの方に飛びますので、そこでお買い求めいただければと思います。よろしくお願いします。